どうも、私です。モンストをやっていきましょう。ということで、本日は、こちらじゃない、こっちじゃなくて、はい、こちら。ジョジョの奇妙な冒険とモンストのコラボをね、来ておりますので、ガチャの方を引いていきたいと思います。はい。まあ、コラボ自体はね、始まってから1週間近く経ってはいるんですけど、だいぶ乗り遅れちゃってはいるんですが、まあ、いかんせんね、前回のコラボのね、あれが、あれで、ああなってしまって、全然オーブがなくなってしまったので。そう。なので、大振りセットが来るまでね、全然引くに引けなかったんですけど、まあなんとかリセットが来て、大振をね、ノマクエをやって、430まで貯めてきました。はい。ちなみにこれ余談なんですけど、今、スタミナがね、オーバーフローしちゃってるんですが、今日たまたまね、このマダミのスポット、プラスをね、見つけたので、これでノマクエのボーナスステージ、スポットプラスと、マダミのワクワクのね、力の EL と、あと、ベル使ってボーナスステージやったら、712からだったかな ?712 から780まで上がったので、だいぶラッキーでしたね。多分プラスじゃなかったら、60、70は行くのかな ?70、まあ少なくともここまでは行ってないはずだから、まあ、とにもかくにも結構ラッキーだったなっていう。うん。まあそれはどうでもいいんですけど、そういうお話でした。はい。で、本題なんですが、今日はね、ジョータロー、スターダストクルセイダーズ。だっけ、ちょっとジョジョあんま知らないんであれなんだけどの方、こっちじゃなくてね、スターオーシャンじゃなくてこっちのピックアップが来ている日なので、ジョータロー狙いでね、まあ、もちろんジョータロークソ強いので引いていきたいと思いますとか言って、前回みたいになったら嫌なんだけどね。今回はさすがにね、ビムルクラスだから諦めきれないんだよな。うわ、やばい、やばいって。とりあえず、特玉ね、3つあるので、引いていきます。見ての通り引いてないので、あ、ちなみにね、1段の時はね、俺、モンストを離れ、復帰しよう、そろそろ復帰しようかなっていう頃合いで来てたコラボだったので、こっちは持ってるんですけど、星4号は。ただ、1段キャラも1体も持ってないので、こっちでもまあ、一旦 OK です。とりあえず引く。はい、引っ張って放す。結構ね、昔からね、知り合いにジョジョ好きって多かったし、今もね、周りのみんな、周りのみんな、ポルノ。なんか出てきたんだけど、星4号差し置いて出てきたんだけど、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいけどさ。ま、結構、知り合いが好きっていう人が多いから、まあなんとなく、あとネットミームが多い作品っていうのも知ってるからさ、なんとなくそういう作品なんだなっていうのは知ってるんだけど、なかなかいかんせんちょっとね、なかなか、まあ、こういう人結構多いと思うんだけど、絵柄がねちょっとね近寄りがたいなっていう感じの絵柄してるので、ちょっと見れてない作品ではあるんですけれど、まあ面白いとは聞くよね、だいぶ、うん、とりあえず10連いくわ。はい。あ、ちなみに、星玉までは一旦行こうかなと考えております。そっから先は、ちょっと前回の失敗があるので、失敗と言ってはいいのかわかんないけど、あれがあるのでちょっと怖いんだよな。まあ、早いに来てくれたら越したことはない。OK。で、アブドゥルも、星4号でだいぶ強いらしいから、3体は欲しいな。グニビア。止まった。終わったな。終わったな。ああ、なるほど。10連で出ちゃったな。なるほど、そっか、そっか、そっか。そうか、そうか。そうなると、そうなるとなんだよな。今ちょっと悩んでるのが、まあ、一旦ジョータローは出た。それでよしとしよう。こっちもね、意外と、注目時、こっちのスターダストクルセイダーズの方のジョータローが強いって言って話題になりすぎてて、全然こっち話題になってないんだけど、意外とこっちもね、強いんだよね。
で、もちろんこっちのスター・オーシャン・ジョータローも強いし、ウェザー・リポートも強いけど、何より、ジョリーンだよね。ジョリーンが、ハイプラズマがね、絶対やばいんだよ。どうしよう、あと10連引くとしたらどっちだろうなぁ。どっちだと思う？いや、これはまたさ、うまいのがさ、オーブバック来るじゃん。結果的に、まあ、俺もね、250個貯め終わったので、まあ、戻ってくるんですよ、結果的には。なんだけど、これが、この生放送が始まるのが、コラボ終わった次の日なんだよね。なので、この250個のオーブは、今回のこのジョジョコラボ中に還元されないから使えないんだよ。ここがまたね、運営のうまいところだよね。だからね、どうしようかな。うん、OK。じゃあ、こっち狙うわ、俺。こっち行きます。これで、まあ、出ても出なくても、10連で終わるわ。ほい。はい、よいしょ。引っ張れ。引っ張って、はら。え、これ、どっちだコラボ確定演出の場合は、今回1段と2段の2パターンがあって、1段の時のジョリーンが出てくる確定演出のパターンは、1段のキャラが確定なんだよ。で、2段の方のオラオララッシュが来た時の確定演出は、2段キャラが確定なんだけど、これは多分1段ガチャで引いて確定演出だから、1段キャラが確定でいいのかな？そこちょっとわかんないな。どっちなんだろう。とりあえず行くわ。確定ありがとう。できればでもジョリンとか、ジョリンかジョータロー欲しいけどね。どっち？はい、止まった。はい、ジョリンだ。一段キャラだね、本当に。そっかそっか。え？もう目玉キャラ？はぁ？その垣根越えてくるんだったら、ジョータローが欲しかったな。あー、なるほどね。そっか。ポルナレフ被るのはちょっと、なんでって感じでしたけれど。まあ、20連引いてこれなら、大勝ちでしょう。よし。オーブ、ちょっと怖いので、撤退します。はい、ということで、なんか20連でだいぶすごい神行きをしてしまったんですけれども。もう前回のコラボガチャ嘘のような神行きでしたね。マジで。まあ、前回のあれがあったからすごく怖かったんですけど、ラッキーでポルナレフ2体とジョリーンゲットできたので、だいぶ良かった。と思います。よかったと思います。コナミカみたいな感じになっちゃったな。はい、嬉しかったです。ありがとうございました。はい。ということで、本日はここら辺で終わりたいと思います。最後までありがとうございました。よかったらね、皆さんのガチ結果とかコメントしていただいたりとか、あと、モンスト好きの方、ゲーム好きな方はね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。モンストの動画とか、その他いろいろゲームの動画を出しておりますので、よかったらチャンネル登録していただいて、また別の動画もね、見に来ていただければ嬉しいです。チャンネル登録者数1000人目指して活動しておりますので、よかったらよろしくお願いします。それではまた次の動画などでお会いいたしましょう。今回は失礼いたします。では、バイバイ。